日本青森県今別町大川平大川平は青森県東津軽郡今別町にある大技。郵便番号は030-1505。2015年時点で人口が約600人、そのうち3人に2人以上が高齢者と高齢化が進んでいる。大川平地区は農林業集落であり、特産品として今別牛一級入根カボチャが著名である。また、 アラウマと呼ばれる伝統芸能が盛んであり、毎年8月にはアラウマ祭りが行われる。近年では大学生などが中心となって地域おこしに取り組んでおり、大川平集落の活性化と大壁ら集落への移住を推進している。町の中央部に位置し、北は山崎や鍋田と南と東は外賀浜町と西は今別と接する。また、域内は 山地と森林に覆われている箇所が多く、平地は少ない。大きく分けて、大川平駅を中心とする、大川ビ集落と、奥津軽今別駅及び津軽二股駅を中心とする二股集落という二つの集落に分かれており、いずれも青森県道14号今別蟹田線に沿って栄えている。大川平は、以下のような小技を要する。効率なのであれば、 今別町立今別小学校及び今別町立今別中学校に進学する。アラウマとは男性が衣装をまとい馬役を演じ女性がその馬の手綱を握る手綱取り役を演じ男女がペアになって踊る。大カビラ集落では大カビラアラウマと呼ばれる伝統芸能が盛んであり毎年8月にはアラウマ祭りが行われる。田植えが終わり田の神が 天に昇るとき、神送りの行事として伝わってきた行事で、大川平荒馬保存会が紹介する。大川平荒馬の由来は古く、天正13年頃に、津軽ための部が津軽地方を統一し、藩の経済を保つため、農作物の増収を図り、農民たちに重宝されていた馬と農耕を結びつけて、馬の姿を表して踊り継がれてきたのが、 大川平アラウマであるとされる2003年4月14日に、県指定の無形民族文化財に登録された。大技大川平の2個地区では、二股アラウマが盛んである。田植えが終わり、稲や野菜、家畜に虫がつかないように祈る、虫送りの行事の時に踊られたと江戸時代より、伝承されている。2000年代初頭、少子高齢化が進んでいた二股地区は、 担い手が不足し、運行ができない状態に陥っていたが、2016年の北海道新幹線一部開通により、二股集落内に奥津がある今別駅が開業したことで、復活の機運が高まり、10年以上ぶりに復活を遂げ、現在でも時折奥津がある今別駅で演舞することがある。大川平アラウマと同じく2003年4月14日に、 県指定の無形民族文化財に登録された。A.B. 青森県の郵便番号。日本郵便。2021年7月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2021年7月13日閲覧。A.B.C. 若者たちを魅了する津軽半島最果ての祭り大川平荒馬踊り。心ここ。 2021年7月13日閲覧。ABCD、津軽。寒そうい,いえ、とても、暖かい街なのです。青森県今別町がもう一つのふるさとに、世代を超えた絆を深めるプロジェクト、スマウト大川大好き大作戦。2021年7月13日閲覧。ABCD、地域づくりインターンシップ実施地区、今別町大カビラ地区について、 弘前大学院地域社会研究科2021年7月13日閲覧。青森県東津軽郡今別町大川大羅。ナビタイム。2021年7月13日閲覧。青森県東津軽郡今別町大川平馬流。ナビタイム。2021年7月13日閲覧。青森県東津軽郡今別町大カ平土美市。ナビタイム。 2021年7月13日閲覧。青森県東津軽郡今別町大カビラ母沢。ナビタイム。2021年7月13日閲覧。青森県東津軽郡今別町大川平裕郎、川。ナビタイム。2021年7月13日閲覧。巡回バス運行時刻表。今別町。2021年7月13日閲覧。 ABCDE 今別の荒馬今別町2021年7月13日閲覧団体紹介今別町役場企画財政課2021年7月14日閲覧ありがとうございます